1977年の阪神タイガースでは、1977年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、吉田義尾監督の3年目のシーズンである。前年巨人と最後まで優勝を争い、2位に終わった、ものの打撃陣では、田淵光一や掛布正幸の両手法に、春ブリーデンマイクラインバックの外国人コンビなどが、控えるなど盤石で、 当主人も、江本武則、谷村里志圭、古沢健治の先発陣をはじめリリーフに、山本和幸、兄や総八、池内豊が控えるなど豊富で、下馬評では優勝候補の本命に挙げられた。しかし、開幕直後に掛布が死給で離脱し、4月29日の対陽戦で、この年から外野手に転向した佐野則義が外野フライを補給後に、 フェンスに激突して重傷を負うなど主力選手に故障者が続出して一進一退の試合が続いた。9月以降は中日に抜かれて4位に転落すると最後まで浮上せず全日程を終了。シーズン終了後、吉田監督はビリクラス転落の責任を取り辞任した。本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。 日付の後のは、ダブルヘッダー第1試合は、ダブルヘッダー第2試合色付きは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。